稲妻ロックフェスは、2009年以降の9月中旬に、滋賀県草津市の琵琶湖畔で模様される、西日本最大級の野外音楽イベントである。略称は、イフ、稲フェス、稲妻。滋賀県安市出身の歌手であり、初代滋賀ふるさと観光大使でもある、西川隆則は、観光大使就任の際に、音楽を通じて地元にお返しがしたいと語っていた。 それを実現するため開催されたのがこのロックフェスで、滋賀県内で初となる大型野外ロックフェス企画であった。開催場所は、琵琶湖に面した滋賀県草津市、カラスマ半島芝生広場。イベント名は、滋賀県のシゲルをかたどったナンバープレートの文字の一部が稲妻に見えることに由来し、開催時期は、西川隆則の誕生日が9月19日であることに由来している。 フリーエリア風景有料エリアであるメインステージのほか、フリーエリアでは次期メインステージ進出やブレイクを目指すアーティストが出演するライブステージやご当地キャラクターや若手芸人が登場するエンタメステージが行われさらには地元食材を用いた B 級グルメや地域観光資源を PR するブースキッズエリアが設けられており 有料チケットを持っていなくても1日中楽しめるイベントとなっている。全国から音楽ファンが多数来場し、宿泊や地元観光名所の PR を含め、地域経済に多大な経済効果をもたらしていることから、米ネバダ州ラスベガスの観光関係者からも注目されている。西川は初日の19日はバンドアビングドンボーイズスクールのボーカルとして出演し、20日には t m レボリューションとしてソロで出演した。初日公演は、片だゆきが県知事の開会宣言で始まり、ラストを飾った、アビングドンボーイズスクールのステージでは、ウーバーワールドのボーカル拓也が飛び入り参加し、アビングドンボーイズスクールの新曲、青炎、草園、マイナスを共に熱唱した。20日の2日目の公演は、 橋川渡る草津市長の開会宣言によって始まり、大取りを務めた TM レボリューションのステージには、西川との親交のあるアカシアさんまが、ステージに飛び入りで参加し、ハイプレッシャーを共に熱唱した。19日と20日の両日合わせて、観客動員数3万人以上を記録した。出演者、編集西川は、初日の18日は、バンド。 アビングドンボーイズスクールのボーカルとして出演し、19日には T.M. レボリューションとしてソロで出演した。初日公演は、片だ幸子氏が県知事の開会宣言で始まり、ラストを飾ったアビングドンボーイズスクールのステージでは、サッツのボーカル清春が飛び入り参加し、黒夢時代の曲、少年を共に熱唱した。19日の2日目の公演は、 橋川渡草津市長の開会宣言によって始まり、大取りを務めた TM レボリューションのステージには、去年の出演者ホームメイド家族のマイクロがステージに飛び入りで参加した。また、TM レボリューションの元プロデューサーで、現在も作曲、編曲を担当している朝倉大輔がシークレットゲストとして参加した。 西川と朝倉が同じステージで共演したのは2000年以来10年振りのこととなる。この年寄りにステージ構成となり、フリーエリアにエンタメステージが設けられ、バンド演奏やお笑い芸人の漫才、ラジオ番組の公開収録、滋賀県の観光 PR イベントなど多岐にわたるステージイベントが行われるようになった。出演者、編集この年から、 フリーエリアエンタメステージへの出演形をかけた公開オーディション企画インナズマゲートがスタートした。18日の2日目の公演では大トリを務めた t m レボリューションのステージに初日の出演者である中川翔子が参加し、中川の曲空色デイズを共に熱唱した。西川は前年に行われた t m レボリューションの単独ライブ t m r ライブレボリューション1 0 ストライクスバック8マイナスの夜のブラストにおいて本曲を披露している。出演者、編集初日の公演は、騎士団が代表曲、ワンナイトカーニバルの演奏中に、ホットリミット、ハイプレッシャーのカバーを披露。また、翌日9月16日より、千葉県で開催され2日目9月17日には、TM レボリューションも出演した、騎士団万博2012、 暴走ロックンロールオリンピックの公式テーマ曲をライブ初披露した。ラストを飾ったアビングドンボーイズスクールのアンコールのステージでは2009年と2010年に出演した哲也が飛び入り参加し、ラルク・アンシエルの曲レディ・ー・ステディ・ゴーを共に熱唱した。2日目の公演ではソフィアがかつて西川隆則が在籍したバンドルイス・メアリーの代表曲レーニー・ブルーを熱唱。 これは、ボーカルの松岡光が、アマチュア時代に、同バンドをスタッフとして手伝っていたことに由来する。ラストを飾った、TM レボリューションのステージアンコールでは CM で、共演中のミゲルゲレイロが、ゲスト出演し、力に変えて、消臭力の歌の2曲を披露。また今年もホームメイド家族のマイクロが出演し、レイカーズを熱唱、残りのホームメイド家族のメンバーも全員登場して、 コラボレーション楽曲、トゥモローミーツ・レジュスタンスを初披露しステージのラストを飾った。主催者の西川の発表によれば、2012年は過去最多動員3万5000人を記録し、特に2日目は全売券が初めて完売となった。出演者、編集観客動員数は過去最高の5万人を記録した。また主催者の西川隆則は初めてトリオ。 他のアーティストに譲った。出演者、編集この年からメインステージを雷神フリーライブステージを風神フリーエンタメステージを竜神と名付けられた。アマチュアミュージシャンのオーディションも今年からエピックレコードジャパンと共同で開催され、今年度は4組が準グランプリを獲得した。観客動員数は2日間で10万人を記録した。出演者、編集出演者、 編集この年は9月17.18日に開催されたが、18日有国に発生した落雷の影響によりイベントは途中中止とせいなり、主催者の西川が謝罪した。2日間で10万人の動員。出演者、編集この年は9月16日に本祭が開催されたほか、前夜祭りとして、稲妻ロックフェス2016リターンズを15日に開催。 稲妻ロックフェス2016リターンズは途中で終了となった前年の9月18日公演のチケット購入者を対象に無料で行われた。しかし本祭2日目の17日は台風18号接近により観客の安全を考慮したため中止が決定された。また17日の出演者には堂本強がラインナップされていたが、 突発性難聴による体調不良のため8月1日に出演キャンセルが発表された。出演者、編集初開催から10年目の記念公演としてイベント初の3日間開催となった。前年台風による公演中止で出演できなかったアーティストが再集結し、3日間の観客動員数は過去最大の15万人となった。出演者、編集客、中客中、客中。 ありがとうございます。